サボりの素晴らしさに目覚めたかい？愛想つかされちまったよな。やったわ。カゲロウのしたことはひどい。でもカゲロウと友達であることはやめないから。友達か、そんな風に呼んでくれる相手ができたのは何千年ぶりかな。ありがとう、つぐみちゃん。カサネ、俺たち同じ超能力だけど相乗効果ってあるよな。渡月までもう少しね。かげろ、そろそろ。なんだ地震？この揺れ方、クナド高速で起きた大地震と似ていないか？収まったようだな。みんな、大丈夫か？ニューヒムカ全土、地震のような揺れが襲っていたわ。こっちも、大丈夫。やっぱり。ねえ。え、ベイブを停止するついでに。ユイト、そういやお前さ。え、いや、ならいいんだけどよ。単に感情が高ぶってたからかもしれねえが。超能力が感情に左右されるのは事実です。能力が減衰する前兆現象という説もあった。それはつ脳の加齢に伴って。はい。それに俺はもともとベルペッパーだから。どういうこと？子供の頃の実験で超能力者にな。あ、そんな急激なもので。そもそも分かったよ。なんか俺の話で余計な心労を増やしちまったな。いや、そうか。ところでそろそろ。よし。ええ、おね。ユイト、さっきのカゲロウの話気になるよ。本当に体調は平気なの？ああ、なんともないよ。今すぐ超能力がなくなるわけでもないみたいだし、様子を見るしかないかなって。うん。でも、無理だけはしないでね。思った通り。よし、
危ない。さあ来る。ち、おもてなしの準備は万端。突破するしか。しかし行く手も。それでもどうにかするのよ。瞬間移動を使います。この人数を。それに位置は分かってますし、こベイブの近くまで行ければ。分かった。あの慎重なルカが。ルカ行きますよ。ここはよかった。さすがルカだね。いえ、ありがたい申し出ではありますが。ん、怪異が。おい、ハルカ、渡る。怪異がいる理由はわからない。ああ。許さないぞ。僕の超能力のおかげだな。よし。周辺に怪異の気配はない。やばいな。カゲロウも知らなかったのか。怪異を捕らえて連れてきたってことか。この前話した重粒子をこんな風に使われるのを。意図的に生物と重粒子を反応させ。ベイブを停止させるには。ごめんなさい。内部前にユイトが乗っ取られかけた端末は別。了解よ。キューブ状のものが全てベイブのコンピュータ群なのか。そうだよ。スオーの荒はばきにも引けを取らない規模だぜ。さて一緒にやっちまうか。力を貸してしね。はい先生。サッポさあ沈めなさい。よし。それ任せるぞ。あとは任せてよ。殲滅するわよ。はっ、はい、いける。終わりね。またね。先制攻撃。ダメ。分裂したか。こういう場合は本体を見つけて攻撃を集中させるのがセオリーだ。
敵をしびれさせたわ。私がやる。今だ、重ね。さて一緒にやっちまうか。ただ火をしっかり受け取って。よし、敵は我々を見失っているぞ。任せるぞ。外角が壊れた。弱点を狙いそうね。破れ。よし、もっと力を。今の場所が狙いどころみたい。行くわよ、ライブ行くね。今だ、力を貸してしてる。私がやる。今のは鮮やかだったな。僕には踊る。一緒にやっちまうか。決めるわ、ズミン。あとね、ナイス先生。
重ね任せるぞ。私がやる。終わりね。決めろ。さて一緒にやっちまうか。いける。積み。重ねいけ。嵐渡して。改革への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。重ね任せるぞ。重ねのためなら、はあ、続けていく。今だ。無駄よ、積み。重ね。さらに火を任せてもらうわ。あとは任せても。行くわよ、カゲロウ。力を貸してしね。いける。ズミン、見事な先制攻撃だ。任せてもらうわ。無駄よ、終わりね。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。やっ、殲滅するわよ。走れ若者。しっかり受け取って。僕の超能力のおかげだな。今の場所が狙いどころみたい。そりゃ決めるわ。決めろ。サポートお願い。一見進めなさそうですが、でも僕の超能力で向こう側へ移動できると思います。任せましたよ。
さて一緒にやっちまうか。力を貸してしね。やったわ、私たちもね。いける。罪になってるよね。サポートお願い。ルカ、力を貸して。ここからは先へ行けないな。破壊も開閉も難しそうだ。他の道を探そう。待ってください。諦めるのはまだ早いです。僕の超能力で向こう側へ行けるかもしれません。試してみてください。重ね、サポートお願い。ルカ、力を貸して。目を借りるわ。カサネ任せるぞ。敗北は許さないぞ。もうカサネから無駄よ。やっ、全力で決めましょう。一刻ドライブだ。わたしがやる。罪に今の一撃は見事でしたね。さて一緒にやっちまうか。やるじゃないか。はあ、いける。それいけ。任せてもらうわ。
は終わりね。やって。はあ？外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。存分に燃やしちゃって。見てくるわ。よし。さすがですね。敵はこっちを見失ったようです。任せるぞ。遅い。焼き尽くすわよ。さて一緒にやっちまうから。ただ火を重ねのためなら。はあ、外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。使い方次第だ。燃えているうちに倒してしょ。無駄よ、積みに会いましょう。任せるぞ。重ねに託すよ。あとは任せて。しっかり受け取って。これはどう。燃えているうちに倒してしまいましょう。
し渡して存分に燃やしちゃって。使い方次第だ。これはどう？行くわよ、カゲロ。今の場所が狙いどころみたい。重ね、いける。全力で決めましょう。任せてもらうわ。行ってくるわ。使い方次第ね。焼き尽くすわよ。さて一緒にやっちまうか。もっと力を。まだ決めるわ。終わりに。ドライブ行くね。これはどう？嵐渡して。今の場所が狙いどころみたい。一つ残すな。僕の超能力のおかげだな。私がやる。罪に。やるね。お見事。行くわよ、カゲロ。やったかった。使ったら行ける。行ける。終わりに。使い方次第だ。燃えているうちに倒してしまいましょう。任せるぞ。いいの。敵はこっちを見失ってる。今の場所が狙いどころみたい。敵を翻弄しましょう。さて一緒にやって。行ってくるわ。遅い。
このままでは火傷する。巻き返すわよ。やるじゃないか。今やれやれ。力を貸してしね。遠慮はいらん。僕の超能力のおかげだな。私がやる。重ね決めろ。重ね任せるぞ。おい、ぼーっとするな。ごめんなさい、シデン。ありがとう。倒れるのは早いわ。大学への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。いける。積みに殲滅するわよ。任せましたよ。巻き返すわよ。おかげで元気になったよ。敵を翻弄しましょう。一見進めなさそうですが、でも僕の超能力で向こう側へ移動できると思います。任せましたよ。敵を翻弄しましょう。やるじゃないか。さて一緒にやっちまうか。力を貸してしね。さすがですね。敵はこっちを見失ったようです。僕の超能力のおかげだな。いける。ズミン、今の一撃は見事でしたね。捉えた。無駄よ。終わりね。
任せてもらうわ。重ねのためなら。ショート仕掛かっている装置があるわね。これ以上電力が供給されたら周囲を放電しそうだわ。発想のようです。うまく大量放電させられれば攻撃に使えるかもしれませんが。試してみよう。重ね、僕の超能力を装置に使ってみろ。ものが入ってたわ。ヒャッ！今の場所が狙いどころみたい。重ねに託すよ。重ね任せるぞ。あとは任せて。倒れてるメンバーがいる。大丈夫？重ね行け。私がやる。罪に。集中しなきゃ。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。終わりに決めろ。あんなところだ。はぁ、俺に任せろ。ありがとう、さすがね。はぁ、捕まえた。倒れるのは早いわ。行くわよ、カゲロウ。嵐渡して。血一つ残すな。無駄よ。僕の超能力のおかげだな。さて一緒にやっちまうか。任せるぞ。私がやる。罪に。今の場所が狙いどころみたい。これはどう。任せましたよ。ゲンマお願い。瞬間移動能力って、移動先に木があったらどうなるの。ぶつかったら折れちゃいそう。サポートお願い。折れるどころか核爆発を起こしかねません。
確保されている場所しか移動できないんですよ。目視できる範囲を超えるときは、つぐみのような投資能力者のフォローが大切です。いつもありがとう。こんな力なのに役に立てて嬉しい。一見進めなさそうですが、でも僕の超能力で向こう側へ移動できると思います。敵を翻弄しましょう。任せてもらうわ。いいぞ、敵はこっちを見失ってる。力を貸してしね。走れ、若者。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。強化お願い。カサネ、あの装置に僕の超能力を使ってみよう。おそらく攻撃に使えるはずだ。焼き尽くすわよ。外角が壊れた。弱点を狙いそうね。続けていく。ルカ、力を貸して。的確な判断だ。任せましたよ。行くわよ、カゲロウ。殲滅するわよ。僕の超能力のおかげだな。さて、一緒にやっちまうか。敵をしびれ立てたわ。決めるわ。終わりね。よし、いい攻撃だったぞ。サポートお願い。ルカ、力を貸して。敵を翻弄しましょう。敵を翻弄しましょう。サポートお願い。